ははい皆さんこんこにちは熊です、えー、本日はですね映像制作者に向けた若干噛んでましたけど映像制作者、えーす,まあ、すなわちビデオグラファーに向けたダイアログ編集をしていく時におすすめのダイナミクス系のプラグインのお話でございますはいえー、っとね先日 VGT の時にですね、えーまあ、そんなちょっと話になったんですよ雑談の中でうん でまあ結構有名なこ,これはもうねビデオグラファーの間でも結構使ってる人いるんじゃないかないわゆるそのインタビューの音声とかえー、っとまあダイアログ系の音声ですナレーションとかねそういった音声を扱う時に「ボーカルライダーというウェーブスのプラグインがありましてこれ結構まあ有名なんじゃないかなって思ってるんですようん。 で、まあ、有名じゃんじゃないかなって思いつつ、まあ、実際使ってらっしゃる方がどれぐらいいるかっていうのは分からないんですけど、まあ、結構定番かなと、えー、思ってます。今ちょっと立ち上げてます、ボーカルライダー。これですね、ボーカルライダー。はい。で、このボーカルライダーが、ちょっと、どうなのっていうね、あのー、お話をしてたんですよ。はい。で、 えーとまあ、それ以外におすすめのプラグインっていうのがあったりとかボーカルライダーの、まあ、使い方みたいなところでちょっと今日長くなっちゃうかもしれないんですけどお話をしていきたいなと、えー、思っております。はいで実際にちょっとねこの今準備してるオーディオなんですけどあの原、ー、稿はですね「ルミックス・ベース・東京の」の、えー、最近設立されたカラ、えーっと「ルミックス・カラーラボ」っていうね、えー、っと色にまつわる。 あのー、ラボが新しくですね企画として立ち上がったんですけどそこに書いてあるちょっとコンセプトっていうところにある文章を一応原稿として熊澤自ら喋ってみましたでちょっとダイナミックレンジが広いような感じであの抑揚がついているというよりかは一部小さく喋ってる部分があるという感じですねはいちょ,ちょっとだけ聞いてもらえばいいかなと思います 色は創造そのものだ被写体を独自の視点で切り取り表現へと昇華していくクリエイターそのクリエイティビティに寄り添いインスピレーションを喚起し彼らのイマジネーションを具現化することそれこそがルミックスの使命だと考えます新たな表現領域へ切磋琢磨していく仲間として唯一無二の存在になれるようルミックスは進化し続けますこのたびクリエイターと共に新たな表現を切り開く場として ルミックスカラーラーボを設立いたしましたまあちょっとかなり棒読みでお恥ずかしいんですけどちょっとループにしときましょうか。はい、でこれを録音した後に、えー、っと一応ノーマライズかけてますマイ、え、ナ、ー、ス 10dC ピークでマイナス 10dC になるようにやったはずなんだけどメーターが結構触れてますねまあいいや。で このボーカルライ、あ、ボーカルライダーが刺さってたのか今 <laughs>。すんません <laughs>。刺さったまんまでしたごめんなさい。えー、っと、バイパスしてなかったですね。で、まあ、ボーカルライダーのまず説明しますね。えー、あ、そういいや。えー、っとね、今日紹介するプラグイン先に行きましょう。まずボーカルライダー。で、えー、っと、あるかな。はい。MV2。そして、MAX ボリューム。 はい、この3つを紹介します今日は全部 Waves のプラグインです。はい、で、えー、っとまずはねこの「ボーカルライダー」のお話を、えー、していこうかなと思います。でねこの話ちょっと、まあ、余談になるんですけどなんでその VGT でこの話になったかっていうと何でその話になったかは忘れちゃったんですけどとりあえずダイアログ編集をする上でボーカルライダーが のの話が上が上ったのでその時にえー、っとね多分ね蓮さんがいて竹内蓮さんがいてで照山さんがいてで酒井さんがいてあとお二方ぐらいいてでねなんでその経緯でボーカルライダーの話になったか忘れちゃったんですけどとりあえずそのボーカルライダーが照山さんが使いづらいって言ったんだか。 ちょっとね忘れちゃったんだけどまあボーカルライダーの話になってでそこで僕がね MV2 いいですよって言ったんですよ MV2 結構楽ですよって話をしてでまあこれは一つコンテンツにしておこうっちゅうのが今日のテーマなんですはい、まあ、そんな経緯も話しておきましてじゃあボーカルライダーどう使うのって話なんですけどまず簡単に使う方法としては立ち上げた状態でこのターゲットっていうここのねノブとレンジノブだけをいじればいいです はい超簡単に使う方法はここだけ注目すれば大丈夫で音を再生しながらこのターゲットっていうところを見ててください色は想像そのものだ被写体を独自の視点で切り取り表現へと昇華していくクリエイターそのクリエイティビティに寄り添いインスピレーションを喚起し彼らのイマジネーションを具現化することそれこそがルミックスの使命だと考えますこんな感じなんですよ 音が入力されるとね、音声信号が入力されるとこのターゲットっていうところのこの黄色いメーターがこう左右に触れてるでしょ右に行けば行くほど音量が大きいっていう状態なんですよでこの赤いのがついてるやつがこう移動できるんですね、うん、で、これをまずなんとなく音量の最大値に合わせるんですよ色は想像そのものだ被写体を独自の視点で切り取り 表現へと昇華していくクリエイターそのクリエイティビティに寄り添いインスピレーションを喚起し彼らのイマジネーションを具現化することそれこそがルミックスの使命だと考えます新たな表現領域へ切磋琢磨していく仲間として唯一無二の存在になれるようルミックスは進化し続けますまあこんな感じで最大音量付近にこのターゲットの,この真ん中の赤い線を持ってくるで このレンジっていうのとライダーっていうのがあるんですけど触るのはレンジですこの後この上の赤い線とこのノブの赤い線とここにうっすらある赤い線って全部対応してるんですよなのでこのターゲットっていうところで入力された信号がこの赤い線より下回ってればこのライダーっていうノブが勝手に持ち上がって音量が上がるんですでこの線よりも上回ってると このライダーっていうノブが赤い線より下に下がるんです。で、勝手にえー、っと音量を調整してくれるっていうプラグインなんですよ。結構便利なんですよ。で、このレンジっていうのがグッと広ければ広いほど最終的なダイナミクスはどんどん縮まる。ダイナミックレンジが狭くなるってことです。あの無限に上に 12dB 下に 12dB 最大 24dB の中で勝手にフェーダー動かしてくれるんで、えっと、音量変化が少なくなるんですよね。で聴感上僕らが耳で聞いてなんとなーく変わったなって感じるのってマイナス 3dB ぐらいなんですよ。うんママイナスあとマイナナススあとじゃないぐらい、うん、で 6dB っていうのは対数計算である、えー、音に対してのマイナー 6dB っていうのは半分の音量って感じるこれ,これぐらいの変化があると結構変わったっていう印象があるのでこれ僕の場合ね僕の場合はここ1.51.5にします。はい合計で3のレンジの中で動いてくださいってします。 色は想像そのものもだ被写体を独自の視点で切り取り表現へと昇華していくクリエイターで一旦最大値ぐらいまでにしましたでレンジを、まあ、上でプラス +1.5 下でマイナス1 5にして最大 3dB の中でノブを動かしますっていう状況にしたら今度、えー、と音を聞きながらメーターを見ながらここのライダーを見ながら。 なななんとなく上下にに均一にノブがが動いいててるなーっていうののを見定めますこのノブがね色は創造そのものだ被写体を独自の視点で切り取り表現へと昇華していくクリエイターそのクリエイティビティに寄り添いインスピレーションを喚起し彼らのイマジネーションを具現化することそれこそがルミックスの使命だと考えます。新たな表現領域へ せさたくましていく仲間として唯一無二の存在になれるようルミックスは進化し続けますこの度クリエイターと共に新たな表現を切り開く場としてルミックスカラーラボを設立いたしました色は創造そのものだ被写体を独自の視点で切り取り表現へと昇華していくクリエイターそのクリエイティビティに寄り添いインスピレーションを喚起し彼らのイマジネーションを具現化すること そそれこそがルミックスの使命だと考えます新たな表現領域へ切磋琢磨していく仲間として唯一無二の存在になれるようルミックスは進化し続けますこの度クリエイターとともに新たな表現を切り開く場としてルミックスカラーラボを設立いたしました色は想像そのものだ被写体を独自の視点で切り取り表現へと昇華していくクリエイター そのクリエイイテティビティビに寄り添いンンスピレーションを喚起し、彼らのまあなんとなく均等に動くかなくらいあんま動きすぎない上下にに均等に動くでここを目指したらあとはここのファストスローっていう、ね、のがあるんですけど聞きが早くするか遅くするかみたいなでファストに僕はしちゃってで最後はこのセンシティビティでこういう感じで音が入力されてる時は、えー、ライドの方に。 この明かりがついて音が入力されてないときはアイドルの方に色がつくんですよで、音声が入力されてるときにライドの方についてればオッケーなんでもし音声が入力されてるのにアイドルの方に振っちゃったりとか逆にそこ音声ないのにライドしちゃってるときとかこのセンシティビティを調整してあげることで解決できると色は想像そのものだ被写体を独自の視点で切り取り表現へと昇華していくクリエイター そのクリエイティビティに寄り添いインスピレーションを喚起し彼らのイマジネーションを具現化することそれこそがルミックスの使命だと考えます新たな表現領域へ切磋琢磨していく仲間として唯一無二の存在になれるようルミックスは進化し続けますこの度クリエイターと共に新たな表現を切り開く場としてルミックスカラーラボを設立いたしますこんな感じで最終的なここのアウトプットボリュームで 色は想像そのものだ被写体を独自の視点で切り取り表現へと昇華していくクリエイターそのクリエイティビティに寄り添いインスピレーションを喚起し彼らのイマジネーションを具現化することそれこそがルミックスの使命だと考えます新たな表現領域へ切磋琢磨していく仲間として唯一無二の存在になれるようまあこんな感じでやるとでこれをちょっとねあのバウンスします はい、いかがでしょう上がボーカルライダーあ間違えた間違えた間違えたちょっとごめんねこれ2つ聴いちゃってるねこういうとこあんの、ね、おっちょこちょいなんですよはいじゃあこれちょっとオフして上が、えー、元素材ですね で下がボーカルライダーを適用してバウンスしたものちょっとダイナミックレンジが狭くなってる感じしますよね、うん、この辺とか特に見比べてもらうと分かるかもしれないですけどほんのちょっとちょっと持ち上がってる感じしますよね、うん、こことか要はその大きいとこ小さいとこの差が、まあ、なくなった少しっていう感じなんですよ。 ボーーカルルラライダーってすすごいナチュラルにかかるものなんですよコンプレッサーじゃないのででもダイナミクスをコントロールできるものなのですごくいいんですけどあ,のあんまり派手にやるとちょっとねあんま良くないんですよ。あのー、聞こえが不自然になるということでボーカルライダーの鉄板の使い方は、えー、とこのインサートしてったプラグインの一ちゃん最後に刺すっていう方法なんですよ。 そうすることで、よりナチュラルに安定したボーカルを聞かせることができると。えー、ダイアログを聞かせることができるっていうふうに、えっ、ー、と、僕は使うんですね。で、じゃあ、そのボーカルライダーに入ってくる前の信号を、コンプレッサーなり、えー、ダイナミックレンジ、あるいはダイナミックスを、こう、ちょっと整えてから、えー、入力した方が、よりいい結果を埋めるんですよ。で、そんな時に活躍するのが、 まず1個目ですこれいいぜマジで便利なんであのぜひ皆さんにおすすめしておきたかったし使ってほしいなって思うんですいきますよ触るところはたった2つはいえー、とこのローレベルそしてハイレベルっていうのがあるんですけどそしてこれがアウトプット信号の流れ的には左から右っていう感じですはい でこれって一応ダイナミックス系のプラグインまあコンプレッサーなんですよですごい簡単なコンプレッサーなんですけどこっちがローレベルコンプレッサーでこっちがハイレベルコンプレッサーなんですねえー、っとすげえ簡単に話すとちっちゃい音だけコンプして持ち上げるっていうプラグインですはいいきますよ色は想像そのものだこういうふうにやってると何にも動かないじゃないですか でこのローレベルの方のノブをガンガン上げていくと小さい音だけ持ち上がってきます色は想像そのものだ被写体を独自の視点で切り取り表現へと昇華していくクリエイターそのクリエイティビティに寄り添いインスピレーションを喚起し彼らのイマジネーションを具現化することそれこそがルミックスの使命だと考えます新たな表現領域へ切磋琢磨していく仲間として唯一無二の存在になれるよう ルミックスは進化し続けますこの度クリエイターとともに新たな表現を切り開く場としてルミックスカラーラボを設立いたしましたはいどうですかノイズまで持ち上がってるでしょ小さい音だけこれ持ち上げてるんですよ大きい音には何の影響も与えてないですで小さい音を聞きながらそれがなんとなくレンジが広がったな聞きやすくなったなっていうところまで調整していく 色は想像そのものだ被写体を独自の視点で切り取り表現へと昇華していくクリエイターそのクリエイティビティに寄り添いインスピレーションを喚起し彼らのイマジネーションを具現化することそれこそがルミックスの使命だと考えます新たな表現領域へ切磋琢磨していく仲間として唯一無二の存在になれるようルミックスは進化し続けますこのたびクリエイターと共に新たな表現を切り開く場として ルミックスカラーラボを設立いたしましたなんとなくこれであんまりこうダイナミックレンジにとんでもない差がある気はしないなっていう感じになりましたよねそしたらあとはこのアウトプットでそのあとねこれねあれなの要はそのガーって音が持ち上がってくるじゃないだからねガツンって上がる場合がある のでアウトプットの、えー、とトリムみたいな感じでこのノブを使うだ基本はゼロでいいんだけどピークついちゃう場合は下げりゃいいっていう感じですね。はいであんま使わないと思うんですけどこのハイレベルコンプレッサーって、えー、とワンンノブコンプですこれ普通のコンプとして使えるマキシマイザー的に使えるコンプなんでもうちょっと音圧を出したいってなったら色は想像そのものだ。 被写体を独自の視点で切り取り表現へと昇華していくクリエイターそのクリエイティビティに寄り添いインスピレーションを喚起し彼らのイマジネーションを具現化することそれこそがルミックスの使命だと考えます新たな表現領域へ切磋琢磨していく仲間として唯一無二の存在になれるようルミックスは進化し続けますこれでえー、っと信号の流れさっき言ったように左から右って言ったじゃないですか えまずローレベルえっと信号が入ってきてこのローレベルコンプを通るんですよ。である一定のところから下の音は持ち上がるっていうことがまず行われてでその信号が今度ハイレベルのコンプの方に入ってくるんですね。で今度は通常のコンプレッサーある一定のところから大きく飛び出したところだけ叩くっていうことが起きます、う。ん ワンンノブのコンプレッサーまあちょっとこうリミッターマキシマイザー的な使い方ですね僕はねこのハイレベルコンプは、えー、と同じくウェ、えーブスの R ボックスっていうプラグインがあるんですよ R ボックスルネサスボックスっていうね R ボックス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 これこれもワンノブのコンプなんですけどこれ結構便利ですよゲートがついててグッ、まあ、と下げて リダクション見るだけであの簡単に <laughs> あのダイアログとかボーカルの音圧が上がるんでチートプラグインなんですけどそれとほぼ同じで考えてます。はいうん、っていう感じなので今見ててもらったらわかると思うんですけどこのハイレベルのコンプを今ねだいたいマイナス3デシぐらいリダクションするように設定したんですピークで。で多分これを下げると ちちっっゃいいところはあんんまりコンプかかってなな状態になるんですよ色は想像そのものだ被写体を独自の視点で切り取り表現へと昇華していくクリエイターそのクリエイティビティに寄り添いインスピレーションを喚起しでこの例えばねえピークでマイナス3デシぐらいかかるようにハイレベルの方をこう調整するでその後にこれちょっと裏技的な使い方ね こうメーターがこうやってこれリダクションのメーターなんですけどぐん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 下がったりするじゃないですかであんまりコンプがかかってない時っていうのはそんなにメーターが触れないわけですよでそこを見定めてなんとなく平均的にマイナス 3dC ぐらいリダクションがかかるようにローレベルを調整するっていう逆算的な使い方もできるわけですよ色は想像そのものだ被写体を独自の視点で切り取り表現へと昇華していくクリエイター そのクリエイティビティに寄り添いインスピレーションを喚起し、彼らのイマジネーションを具現化すること。それこそがルミックスの使命だと考えます。新たな表現領域へ切磋琢磨していく仲間として唯一無二の存在になれるよう、ルミックスは進化し続けます。この度、クリエイターとともに新たな表現を切り、開く場としてルミックスカラーラボを設立いたしました。 なんとなくなんとなく常にマイナス3デシベルぐらいリダクションしてたと思うんですよでコンプ大きい方にはかけたくないっていう場合であればこれかけなきゃいいんですよそしたらダイナミックレンジはなんとなく安定してるがしかしえー、っと大きい音には影響を与えないっていう使い方ができるわけですこれちょっとバウンスしてみましょうこれ MV2 ねどうすか めっっちゃレンジが縮まってるでしょもちろんねちょ,ちょっとこれノーマライズかけようかえー、っとはいノーマライズこれもちょっとノーマライズかけましょうはいえー、っと見ていただきましょうこれが、えー、っとフッテージです元の素材、うん、で今これ全部同じ条件でノーマライズかけたんでピークが一緒っていう状態ですで、えー、これがフッ素材ね うん、でこれが MV2 で処理したもの結構レンジちま縮まってるでしょうでこれがボーカルライダーだけ使ったものですよめっちゃ安定した感じ出てますでしょうこれがいいんですよこれがいいのうん結構使えるくないですかただちっちゃい音だけ持ち上げてるんでもちろんそのノイズフロアによってはえー、っとノイズが 一緒に持ち上がるっていうのはえー、っとモロハの剣なんですけどね収録条件によってはえー、っとちょっと難しいところもあるというわけでえー今度最後マックスボリュームをご紹介しますこいつが優秀なのよあのねめちゃめちゃ優秀っすよこいつえー、っとイメージで言うとさっき紹介した MV2 のお兄ちゃんみたいなえー、っと めちゃめちゃ気の利いたお兄ちゃんみたいなプラグインですはいいいですかこれも信号の流れは左から右へです、うん、で、ま、MV2 と見比べてもらうと分かると思うんですけどマジでお兄ちゃんなんですよ MV2 はローレベルのコンプレッサーとハイレベルのコンプレッサーでアウトプットのゲイントリムなんですけどそれに対してマックスボリュームはローレベル の中にスレッショルドとゲインでここにゲートがあってなんかソフトみたいなんがあってでレベラーがあってハイレベルのコンプレッサーの中にスレッショルドとゲインがあるんですよめちゃめちゃすごくないめちゃめちゃすごいでしょちょっと一個ずつ解説しますねよいしょまずこのローレベルこれローレベルのコンプです普通にローレベルコンプ でこれ全部の、えー、とスレッショルドのとこにこうスイッチがあるんですよ。でもちろんゲートのとこにもスイッチがあるし、えー、レベラーのとこにもスイッチがある。でハイレベルの、えー、スレッショルドにもオンオフのスイッチがあります、えー。まずはそういう形になってるので、えー、っと使ってってください。でまずは普通にさっきと同じように小さい音だけ持ち上げるっていう目的で。 使っていいくのが最もいいですえば、ー、スレッショルドっていうのはあのどのくらいちっちゃい音を持ち上げますかっていう考え方です。はいなので例えば例えばですよえー、ここ。マイナス20 にしたらマイナス 20dB 以下の音を何 dB 持ち上げますっていうのがえっとこのローレベルの使い方って感じです例えばですねここの部分だけちょっと再生してみましょうかここの部分よいしょとここの部分だけ再生してみると 17.4dB ね 17.4dB だったので。 これをよりももっと上くらいにしてもうちょっとなんかもうちょっとの方がいいなこの辺にしてみようかこの辺この辺いくつぐらいだろう ?13dB ぐらいだね。じゃ三 13dB 以下の音をねっ 3dB 持ち上げますっていうのがまずローレベルのノブの使い方。 色は想像そのものだ被写体を独自の視点で切り取り表現へと昇華していくクリエイターそのクリエイティビティに寄り添いインスピレーションを喚起し彼らのイマジネーションを具現化することそれこそがルミックスの使命だと考えます新たな表現領域へ切磋琢磨していく仲間として唯一無二の存在になれるようルミックスは進化し続けますまあこんな感じですよこういうふうに使っていくだからさっきはノブを1個 こう持ち上げるだけで純粋にちっちゃい音が持ち上がるよねっていう動作になってたんだけど MV2 に関してはこれは自分でどれくらいの音以下をどれくらい持ち上げますかっていうのが詳細に決めていけるんですよ。いいでしょめめちゃめちゃゃゃいいじゃないじなでですかでまずここで信号が入ってきて設定しましたで次に行くのゲートですゲート。ちょっと,えっとこの辺ね 再生ししてみましょうかだいたいマイナ 60dB ぐらい音がないのに何がしかのノイズが乗ってるんですよでここオンして、まあ、マイナ60ぐらいにセッティングするともうちょっと上ですねはい45ぐらい諸国50ぐらいで国よでしょう と持ち上げて。もっと持ってるな。みたいな感じで。ノイズゲートがかかる。このね、ゲートがね。 ちょっとねなんか動作がちゃんと僕は理解できてないんですけどでも要はそのノイズが消えるなってところまで、えー、っと持ち上げれば大丈夫だ通常のゲートとはちょっと動作が違う気もしないでもないんだけどねはいで次ここのソフトラウドっていうのがあるんですけどこれはえー、っとねあのこのレベラーの動き方 ですソフトの方が滑らかラウドの方がキビキビなんかバイトのある感じに仕上がるっていう感じはいですまあここはソフトでいいと思います個人的にはでえー、っとマックスボリュームのめちゃめちゃいいところなんですけどこれレベラーレベラーですこれレベルじゃないんですよレベラーなんですよあのね音量をね 一定に保ってくれるんですこいつすごくないですかでこれコンプみたいに圧縮してないんですよ割とフェーダーが自動で動いてくれるような動作をするんですすごくないだから例えばなんですけど、えー、っと今ね再生しますね色は想像そのものだ被写体を独自の視点で切り取り表現へと昇華していくクリエイター そのクリエイティビティに寄り添いインスピレーションを喚起し彼らのイマジネーションを具現化することそれこそがルミックスの使命だと考えます新たな表現領域へ切磋琢磨していく仲間として唯一無二の存在になれるようルミックスは進化し続けます今こうメーター見てると、まあ、マイナー8デシぐらい8.8デシまでは原因が触れてるじゃないですかそれを大きい方はマイナー10デシで ちょっととどめたいなってここのスイッチをオンにして置いておくと色は想像そのものだ被写体を独自の視点で切り取り表現へと昇華していくクリエイターそのクリエイティビティに寄り添いインスピレーションを喚起し彼らのイマジネーションを具現化することそれこそがルミックスの使命だと考えます新たな表現領域へ切磋琢磨していく仲間として唯一無二の存在になれるよう ルミックスは進化し続けますこの度クリエイターとともに新たな表現を切り開く場としてルミックスカラーラボを設立いたしました、はい、で今ソフトに設定してるんで、えーまあ、マイナー9.2ぐらいにとどめてくれたって感じなんですけどこれラウドにすると色は想像そのものだ被写体を独自の視点で切り取り表現へと昇華していくクリエイターそのクリエイティビティに寄り添い イインンンススピレーーシショョをを喚起し彼らののマジネーションを具現化すするここととそそれこそがルミックスの使命だと考えます新たな表現領域へ切磋琢磨していく仲間として唯一無二の存在になれるようルミックスは進化し続けますこの度クリエイターとともに新たな表現を切り開く場としてルミックスカラーラボを設立いたしましたこれでも、まあ、マイナー9.2っていう結果は変わらなかったんですけどこれによって。 さっきねなんとなくバッと持ち上がっちゃってたマイナス8.8デシぐらいまでガッと持ち上がってたのをある一定レベルでキープできるんですよ勝手にレベラーが動いてまあ音量を下げてくれるっていう状態ですもう一回これスイッチオフにして聞いてみると色は想像そのものだ被写体を独自の視点で切り取り表現へと昇華していくクリエイターそのクリエイティビティに寄り添いインスピレーションを喚起し 彼らのイマジネーションを具現化することそれこそがルミックスの使命だと考えます新たな表現領域へ切磋琢磨していく仲間として唯一無二の存在になれるようルミックスは進化し続けますこの度クリエイターとともに新たな表現を切り開く場としてルミックスカラーラボを設立いたしましたみたいだねこういう感じですはいよくない だからボーカルライダーみたいなことができるんですこの中でしかもゲートもついてしかもボーカルライダーよりちょっと使いやすくないですか理解しちゃえばちょっと使いやすくないですかねでしかもさらに大きい音は潰そうと思ったら潰せるんですよ <laughs> ここにコンプついてるんで大きい音まあ今で言うとマ、ま、イ、あ、ナス 10dB ぐらいまで振ってるんで 例えば、えー、マイナス 12dB 以上の音をリダクションさせていくっていう色は想像そのものだ被写体を独自の視点で切り取り表現へと昇華していくクリエイターそのクリエイティビティに寄り添いインスピレーションを喚起し彼らのイマジネーションを具現化することそれこそがルミックスの使命だと考えますっていう感じであるこれこれ設定したスレッショルドよりも上の音は。 えー、リダクションされるんでね勝手によくないですかめちゃめちゃいいでしょでまあ最終的にここを使う場合はここのアウトプットとここのゲインリダクションっていうのかな中央のゲインメーターが同じくらいに設定しておくとまああのー、比較もしやすいので。 色は想像そのものだ被写体を独自の視点で切り取り表現へと昇華していくクリエイターそのクリエイティビティに寄り添いインスピレーションを喚起し彼らのイマジネーションを具現化することそれこそがルミックスの使命だと考えますこれが最終的な出音になる,なるのでこれでちょっと書き出してみましょうえっ、ー、とマックスボリューム でこれもえー、っとちょっとノーマライズかけておけば比較がしやすいのでどうですか、まあ、?MV2 とほぼ変わらない結果になったと思うんですけどそのかあちょっとねちっちゃい音をい取りこぼしたって感じかなうん今回の場合はね。っていう感じだから超簡単なのが MV2 って感じ。で えっとちょっと手の込んだ MV2 がマックスボリュームでえボーカルライダーは、えー、っとコンプじゃないんで滑らかにかけてくれるっていうことなんですよで結論をお話しします結論をお話しするとこの使い方これ個人的な使い方ですある程度しっかりと音声が え収録できているっていうことを前提に僕の使い方ですまず MV2 あるいはマックスボリュームでちょっと小さいなってとこだけ持ち上げるレベラーも使わないしゲートも使わないし、えー、ハイレベルも使わないローレベルだけちっちゃいなって思うところをちょっと持ち上げるちょっと持ち上げるで まあ何がしかのイコライザーとかでえっと周波数いじったりとかまあ僕よく使うのはダイナミック EQ ですねこういう F6 とかまあイコライザーとしても使えるしある特定の周波数帯域にえっとコンプレッションすることもできるっていうえダイナミック EQ とかを使ってえちょっとここはもっさりしてるから削ろうとかをするでその後とにえ通常使用していくようなコンプレッサー を指してダイナミクスを整えるうんで一番最後にいっちゃ最後のチェインまあ状況によってはこうディエッサーかけたりとかねするんですけど一番最後のチェインに最終段す最終段にボーカルライダーで本当に微調整する最終的な自動レベルーとして ボーーカルライダーを指すっていうのをすると一番こうボーカルライダーも生きてくるし、えー、っとちっちゃい音だけある程度持ち上げておくことでコンプをよりナチュラルにかけられるリダクションを深くしなくてもある程度均一な音圧感が得られるようになるということなんですよ。どうですかだからね あのまあいわゆるそのファイナルカットとかプレミアとか、えー、とダ・ヴィンチとかで映像を編集しながらダイアログの音声の部分をね声音したいっていう方々もやっぱねこう外部のプラグインに興味持たれる方結構いらっしゃると思うんですけど僕は、えー、とウェーブスを使っていてホライゾンっていうバンドルをまず導入してでその後に必要なプラグインっていうのを買い足したりしてるんですけれども。 ホライゾン買えばこれ全部ついてくるんでまあ僕は全部持ってたっていう結果論なんですけど、まあ、それぞれ単体のプラグインとして買っていいなって思うし特に MV2 はめちゃめちゃ優秀です簡単だからうんでこの後に別にエキスパンダーなりゲートなりを挿してえっ、ー、と6 0 d シ以下をちょっと小さくしてあげるとかねマイナー 60dB 以下とかをちょっと削ってあげればちっちゃく持ちちちっちゃくちっちゃい音を持ち上げてノイズまで持ち上がっちゃって でそれをエキスパンダーとかでこう滑らかに削ってあげれば全然使いようがあるなって感じがするんでね。うん。結構いいと思いますよ。ということでね、えー、と今回は静、えー、音について、えー、非常に重要な プラグインについてお話をさせていただきましたおすすめプラグインでございます、えー、ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いしますそしてツイッターとインスタグラムのフォローもぜひよろしくお願いいたしますまたお会いしましょう熊澤でした